ケンジ・フジモリ・ケンジ・ヘラルド・フジモリ・ヒグチは、ペリューの政治家、実業家、ペリューの元大統領アルベルト・フジモリの次男、2011年の選挙で国会議員となった。ペリュー共和国、第91代大統領アルベルト・フジモリと、スサーナ・ヒグチの第4子として、リマに生まれる。ケンジが誕生した時の父、アルベルトの役職は、ラ・モリーナ国立農業大学科学,学部の、 学部長であった。1999年から2004年まで米国のカンザス州立大学に留学、農業経済学を専攻した。2008年以降はリマにある民間警備会社でゼネラルマネージャーとして活動。2009年には独立式業している。政治家としては2006年に リマ州知事選挙に出馬表明したが、州内に居住していないことを理由に不受理となった。その後、姉で政治家の稽古藤森の誘いに応じて、藤森派を急合する政党人民勢力党に参加。2011年4月の国会議員選挙では、リマ選挙区から出馬し、40万票余りを集め、選挙区トップで初当選を果たした。 全選挙区の中でも最大得票となっている。2018年1月30日、所属政党の人民勢力党から除名された。ペドロパブロクチンスキに対する傾向藤森の姿勢を批判したことで確執が広がり、人民勢力党は2017年12月から検事藤森の処分を進めていた。2018年6月、国会での評判主疑惑が取り沙汰され、 議員資格が停止された。2020年1月に行われた総選挙では立候補できず、票舞台に立つこともなかった。慶子藤森とペドロ・カスティジョが争っている2021年、ペルー大統領選挙において、慶子藤森は、リマ近郊の貧困地区で行った6月3日の最終演説で、藤森派の主導権争いの末、党を追放したケンジ、県ジ藤森を登壇させて、 結束を演出した。ありがとうございます。